こんにちは。この番組は未来のファジアーノ岡山を背負う選手たちが活動するファジアーノ岡山アカデミーについて発信する番組です。アカデミーの活動結果や予定、未来についてできるだけタイムリーにお伝えしていきたいと思います。ファジアーノ岡山アカデミーマネージャーの西原です。よろしくお願いいたします。わかりなさい。はい、戻りました。ちょうど1週間前ですね。そうですね。もう1週間、あれ、まだ1週間、もう1週間、ね。はい、マレーシアには投資で何日来た？10日間ですかね、はい、移動も含めて10日間で、はい、大体1週間ちょっとぐらいの滞在期間です。すごい暑そうでしたね。そうですね、常夏の国ではあるんで、雨もちょっと多いんですけど、幸い試合といいますか、我々が外に出てた時間帯はもうほぼ雨も降ることなく、はい、恵まれた環境で、まあ、選手は暑さに苦しんでたところはあるんですけども、まあ、ただそれも本当にいい経験として、はい、充実した活動ができたなというふうに思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、まあ、その、マレーシア遠征、スーパーモックカップ2022に参加しましたマレーシア遠征の様子を余すことなくふんだんに、前回の配信から の続きの様子を、まあ、試合の、結果、映像も含めた、様子と、あとは、試合以外の、遠征中の、様々な様子を、たくさん撮ってきましたので、そちらを、存分にお届けしていきたいと思います。それと、先週末のそれ以外のカテゴリーも含めた週末の結果、そして今週末の予定をお届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず、そのスーパーモックカップ2022に参加した、中学2年生アンダー14の、マレーシア遠征の様子を、お届けしていきたいと思います。どうぞ。Good team, good team.
プレー賞アジアの岡山獲得です。おめでとうございます。
どう日本、日本どう、やっぱいい、やっぱいい、やっぱいい。はい、じゃあ10日間、お疲れ様でした。本当に、戦ったと思います。最後みんな拍手。はい、ということで、前回からの続きでも、4試合ですかね、それと遠征のさまざまな、様子をお届けしていったんですけども、まあ、サッカーの部分まず一ついくと、まあ、もう同年代同じ世代でありながらもこう海を渡るともう本当にあのクロアチアの教え子なんかはもうこれが本当に中学2年生かと思うぐらいの体格、あとはスピードだったりとかで、あの AMD、 マレーシアの AMD というアカデミーのチームのフォワードの選手 の、 あのスピード感なんかも、まあ、こう同年代とは思えない、日本にはなかなかいないスピード感を持ったあのストライカーがいたりですとか、まあ、本当さまざまな特徴を持った、選手だったりあのチームだったり、まあ、そういったところとあの対戦できる、機会だったというところ、あとは、まあ、残念ながらこう、逆ブロックにいた、パリ・サンジェルマンとの対戦はならなかったんですけども、ただその決勝戦で、そのパリ・サンジェルマンを上回った、我々が敗戦したクロアチアの NK オシェクと実際にこう対戦できたこと、まあ、それとこう決勝戦を、武田陸斗選手、キャプテンの武田陸斗選手はあのスタッフと一緒に現地でスタジアムで、観戦できたんですけど、それ以外の選手はちょっと、現地で観戦できずだったので、ホテルであのみんなでこう YouTube の生配信だったんで、ミーティングの会場でみんなで見たんですけど、映像を見てた選手たちがみんなこう早送りだったと思ってたみたいで、まあ、それぐらいこう NK オシェクとパリ・サンジェルマンのこう選手たちのスピード感とか強度とかっていうところが本当に強くて速くて、それが 早送りに見えたそう でそれと実際にこう対戦できたことで、その対戦がなんかこう J1 の戦いを見てるような、あの少しでもこう隙を与えるとあの一瞬の隙でやられてしまうみたいな、そういうしびれる戦いを実際に70分間あの繰り広げることができたっていうところの、やっぱり経験値がこっちに持ち帰ってあのこう今後の、まあ、その経験を踏まえた上での戦いですとか日々の活動ですとかっていうところを今後していけることっていうのは、あの本当にいい機会が、なかなかこうコロナ禍で海外遠征もできなかったし、まあ、この年代に関して言うとその国内も含めてなかなか遠征もできてない中で、今回のこの経験をできたことが今後に必ず生きてくるというふうに思います。あとはあのこの遠征の中で森川コーチからあの大中小のテーマであの選手にこう、そのテーマが展開されて、で大テーマで言うと、まあ、誰よりもどのチームよりもマレーシアを堪能することで、中テーマで言うとあのどこよりもこう結束を深めていくことと、まあ、小テーマでそれぞれの個人のピッチ外ピッチ内での、両方のこう目標を、選手に考えてもらって、全体に共有してもらったんですけど、まあ、それがそのピッチ上でのサッカーだけじゃなくてピッチ外のところも含めた堪能結束を高めて、それぞれ目標を立てて、今回の演奏を行っていくっていうところも、またこうコロナ禍でなかなかできなかった一日こう24時間をみんなで共有する中で、まあ、衣食住というかあの特に栄養給養のところであのいつもと異なる環境での、生活で栄養についてなんかでいうとこう食でなかなか初めこうあの自分の好みというか自分の口が長かった選手もだからこう今後年代別の代表ですとかそれこそ A 代表ですとかそういった代表活動であの中東でアウェイで戦うとかっていう風になった場合には同じその食で、まあ、それをどんな状況でもこうしっかり栄養をとって戦わないといけないというところも、まあ、一つこうシミュレーションになったのかなというところは本当に良かったなというふうに思います。はい、では、続いて、先週末の各カテゴリーの活動結果、そちらを映像中心にお届けしていきたいと思います。まずアンダー18は、11月3日、文化の日、祝日に、J ユースリーグを戦いました。ガイナーレ鳥取さんとのアウェーゲーム、こちらはまあ原則2年生以下で の出場がレギュレーションになっておりますが、白髪選手それから、石井選手の1年生コンビの、ハットトリックと、合計12得点が、生まれる形、そしてクリーンシートによって、12対0で、勝利する形となりました。そして、週末の、11月の6日岡山県リーグ B チームが戦う岡山県リーグが、関西高校さんとの、対戦が実施されました。こちら映像でお届けしていきたいと思います。まず前半、
相手の、センターサークル内からのロングシュートがそのままネットインというスーパーゴールを決められて先制され、その後も、後半鮮やかなミドルシュートを浴びて、追加点を許しますが、反撃は後半11分、中盤の1年生2人を経由した中央突破から同じく1年生磯本選手と3年生永石選手が崩して、最後は1年生石井選手がきっちり決めて1点を返すと、セットプレーの流れから仕掛けた磯本選手からボールを受けた田辺選手が利き足を振り抜きネットを揺らし同点とします。そして迎えた後半35分、田辺選手のフリーキックをファーに流れた白賀選手が強烈シュート、ゴールキーパーが弾いたボールを三木選手が押し込んで逆転に成功します。その後もうまく相手陣内でゲームを進めて試合終了、執念の逆転劇でした。続いてアンダー15です。先週末の土曜日曜で12月に開催される高円宮杯の全国大会の出場権を決める高円宮杯の中国予選の1回戦と準々決勝が行われました。まず5日土曜日に1回戦プラシア山口さんと対戦し、前後半で2ゴールずつの4対0、田辺選手、坂本選手、堤選手、秋山選手がまんべんなく1点ずつを取る形、それと守備も0で抑えて幸先よくスタートをしました。続いて翌日の準々決勝、相手は同じ岡山県勢の和州 FC さんとの対戦、こちらを映像でお届けいたします。初戦と同じスターティングメンバーで臨んだこの試合は、前半18分、末宗選手とのコンビネーションから抜け出した田辺選手が利き足で冷静に決めて先制します。しかし前半アディショナルタイム、相手の左サイドの突破に対してペナルティエリア内で寺山選手が相手を倒したという判定で PK となります。守るは水田選手、何度もこのチームの窮地を救ってきた守護神がここでもチームを助けます。これで勢いを取り戻したチームは後半、堤選手の展開から右サイド、後半から出場の羽賀選手と寺山選手のワンツーで抜け出し、ボランチにポジションを移した千田選手、千田選手がペナルティエリアを切り込んで右足一閃、センターバックとボランチを涼しい顔でやってのける千田選手の強烈なミドルで待望の追加点を奪います。続く24分、センターバック三上選手のくさびをギャップで受けた坂本選手からボランチ千田選手を経由してサイドチェンジ、右サイドにポジションを変えた寺山選手が受けてドリブルを開始、自信を持って運んで振り抜いた右足はそのままゴール左隅へ、3対0とします。さらにアディショナルタイム、コーナーキックのこぼれ球、堤選手のクロスをニアで末宗選手が合わせてダメ押し、そしてこのままタイムアップ、岡山県勢同士の対決は4対0で勝利、準決勝へと駒を進めました。続いてアンダー14、マレーシア遠征を行ったアンダー14、のサザンクロスリーグが、徳島ボルティスさんとのアウェーの対戦が、11月5日に行われました。前半の終盤、処理の誤りから先制点を許し、後半にも、追加点を許しますが、残り5分での反撃、右サイド渡辺選手のクロス、相手ゴールキーパーが処理しきれなかったところを家島明也選手が頭で押し込み1点差に迫ると、アディショナルタイム、ボランチ向井選手のスルーパスに抜け出した矢吹選手が執念で押し込み同点とします。残念ながら逆転とはなりませんでしたが、マレーシアで様々な経験をしたチームは遠征の中テーマであった結束を保ち勝ち点をもぎ取りました。で続いて、そのまたさらに、下の学年、アンダー13、11月3日木曜日文化の日に開催された、サンフレッチェビンゴさんとの対戦は、五箇選手のこちらのゴールを含むハットトリックやコーナーキックのこぼれ球に反応して詰めることで生まれた平松選手のこちらのゴールで4対1と勝利。続く11月5日に開催されたサンフレッチェ国見さんとの試合も、前半開始早々に堤清志郎選手のボールとこちら中田選手のクロスに五箇選手が合わせたゴールで計2得点、2対0と週末連勝を飾りました。はい、最後にアンダー12です。先週末ではないんですけども、一周配信が空いてしまったので、先々週の末に行われた全日本少年サッカー選手権大会の、岡山県の東部予選
これ12月の、全日本少年サッカー大会の全国大会に、つながる、まあ、その今年の集大成だったり、6年生にとってはアンダー12の活動としての集大成、まあ、そんな大会の、東部予選が、10月の29日30日で、行われました。こちら、3試合を戦って、全て勝利して、県大会の出場が、決まりました。11月の20日から、県大会が行われます。またご注目いただければと思います。はい、では最後に週末の予定です。週末はこちらのような予定になっているんですけども、アンダー 18B チームの県リーグ2試合、それとアンダー13のプログレスリーグも公式戦としてはあるんですけども、なんといってもアンダー15の高円宮杯予選の中国予選の準決勝決勝が今週末に行われます。で、この高円宮杯に全国大会出場するためにはこの予選で一枠しかありませんので、準決勝も勝ち決勝も勝たないと全国大会出場がありません。で、前回大会である、昨年はこの予選を勝ち上がって優勝して全国大会に出場することができたので、2回戦で埼玉のこうラビーダに悔しい敗戦をしてしまった、まあ、その借りを返すじゃないですけど、昨年を経験した今の3年生または先輩の思いを、持ってこの全国大会で、さらに、いい成績を収めて歴史を塗り替えるというふうに一段結しているチームなので、はい、この週末の、準決勝決勝も必ず勝利してくれることと思います。私も2日間応援に参りたいと思いますので、また、次回の配信でそちらの、結果様子もしっかりとお届けしていきたいと思います。では今回の配信も以上とさせていただきます。高評価、コメント、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。